キャスティング TV をご覧の皆様、こんにちは。キャスティングスタッフの富山です。今回ご紹介する商品はこちら、フィッシングファイターズさんから発売されております、デビルライン、ブラックデビルになります。昨今ですね、毎年、秋になりますと東京湾でも、サワラのキャスティングゲームが非常に盛り上がりを見せております。シーバスでよく使われるようなこういった14センチ前後のシンキングミノで、ジャーキングをしたり、こういったシンキングヘビミノで、早引きをしたりして、サワラのキャスティングゲーム、を攻略していきますが、特に、人気のこういったミノでのジャーキングゲームにおいてですね、誘い出しで非常にサワラが食ってくるんですけども、なんといってもサワラ歯が鋭い魚です。非常にラインブレイクが、多い、ゲームになっているんですけども、この、デビルライン、チタンと、ステンレス合金の組成を使って、特殊ポリマーのラインと練ってですね、非常にしなやかなんですけども、非常に歯が鋭い魚に対しても切れにくいラインになってます。これをですね、キャスティングメインで使われる、P ライン 1.55 の先に約30ポンド前後のリーダーをつけるんですけども、そのさらに先糸として約15センチぐらいですね、15センチから20センチぐらいで、結び方は、リーダーの先の結び方は、電車結びでも構いません。電車結びでも全然、強度を保って結べます。で、これの先に、ルアーをつけていただくことによって食い損ねだったり、深いバイトが出てしまって飲まれちゃった時に、通常のラインだと、すっぱり切られます。それをこのデビルラインを使うことによって、ラインブレイクを防ぐ、つまりキャスティングにおいてですね、特にサワラーゲーム、決して1日ずっと釣れ続けるわけではございません。1日で少ないチャンスでものにするためにもですね、ラインブレイクといったトラブルは、絶対防ぎたいところではあります。そういった時にですね、こういったデビルラインを使っていただくことによって少ないチャンスをものにできる、また次の2本目3本目を狙いに行ける、こういった商品になっておりますので、ぜひ、この秋もですね、盛り上がり間違いなしのサワラキャスティングゲームに、ぜひ、皆さんはこのブラックデビルライン、約40ポンド、ライン、様々なラインナップ出てますが、40ポンドが、ちょうどいいところになると思います。ぜひ皆さんはこれを使って秋の、サワラキャスティングゲーム、ぜひ使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。